こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回はソニーさんのデスストランディングに挑戦したいと思います。映像綺麗ですね。32型のテレビでプレイしてるんですけど、すごく綺麗ですよ。プレステ4の性能で十分です。早速荷物いっぱい持ってますね。された。え、気づいてないの？なかなか面白いオープニングですね。なんで？未来の話なのか、異世界なのか。人跳ねたの？前方不注意ですよ。おい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 、やった、くっそ。バイク字がちっちゃい。バイクはもうダメなの？バイクないと厳しくないですか？ちょっと画面速度速くて画面酔いしそうですね。ゆっくりにしましょう。これくらいでいいですね。操作がわからない。なんかアイテム使っちゃった？文字がちっちゃいんですけど、これ以上文字大きくならないの？OK。
またなんかアイテム使っちゃったかも。貴重なアイテムだったらどうしましょう。これは何回でもできるのかな。手で持ったら邪魔ですよね。あの印の方にとりあえず行けばいいんでしょうか。私はフラジャイル。あんたの噂は聞いたことがある。光栄ね。サム・ポーター・ブリッジズ、伝説の配達人。すでに伝説なの？ビオシス、時雨にも耐性がつくの。結構な衝撃映像。私のとこ来ない？一人だと大変でしょ。食料不足の世界ですね。フラジャイルエキスプレスなら人材も豊富だろう。仲間に裏切られた。ほとんどが寝返ったわ。組織は崩壊寸前。それに私は首から下を時雨にやられた。もう粉々に砕けて。手伝えることはない。宅配業界で熾烈なライバル争いしてるの？俺の仕事だ。こちらブリッジズ配送センター。委託契約フリーランスサムポーターブリッジズ、受け取りに余っています。町に行くのね。気をつけて。奴らは行ったようだけど。時雨は触れたものの時間を奪う。でも全てを消し去るわけじゃない。時間を奪う。過去は捨てられないものよ。だからまた会いましょう。サム・ポーター・ブリッジ。ちょっとわからないことだらけですね。
雨に当たると年を取っちゃうの？字が小さいし情報が多い。読み終わる前に消えちゃうし、なかなかこのゲームは慣れるまで大変そうですね。とりあえずセーブ。セーブしたのでいろいろ試してみましょう。ここは登れない。バイク、なんとか拾えないでしょうか。今落ちて死んじゃったの？幽体離脱？なんか気味の悪いゲームですね。またちっちゃい文字で読む前に消えちゃうし、ここ死んじゃうほど高いの？このゲームなかなか出だしは意味のわからないストレスかかりますね。食べる？この赤いキノコ食べれるの？食べれなくなった。どういうこと？食べた方が良かったんでしょうか。文字がちっちゃいのとすぐ消えちゃうの、なんとかしてほしいですね。そうだ、この状態で難しかったら心が折れそうなので難易度イージーにしちゃいましょう。慣れてきたらまたベリーイージーがありますね。
ノコ食べれるでしょうか。なんですぐ消えちゃうの。文字が小さすぎてどのボタンかわからないんですけど。意地悪なゲームですね。このキノコ食べたいんですけど。虫ですね。これゲーム画面だからわかるけど、配信してもちっちゃい虫は見えないですね。チュートリアルがあんまり充実してないんですね。なかなか最初のストレス大きいですよ。初心者に優しくないゲームですね。なんか出た。このメッセージすぐ消えちゃうのやめてほしいですね。出ない。なんで？する人もいるでしょうね。まあ細かいことは気にしなければいいんでしょうけど。なんか出た。両手を踏ん張る。ボタン押しましたけど、あんまり違いが分かりませんね。思ったより近くに街が見える。行けばいろいろ説明してもらえるかもしれません。
解を。もうちょっと理解しないと。意味がわからなすぎて楽しめないですね。移動とカメラ操作。カメラ操作は大丈夫ですよ。なんかありそうですけど。もういいです。とにかく町に行きたい。踏ん張るはもう大丈夫です。覚えました。また赤いキノコあった。ここで虫を食べるんですね。つまり回復ポイントですね。ちょっとずつ覚えていくしかありませんね。階段が安心する。このわけのわからない世界を誰か説明してください。この線は何でしょう。川の向こう側ですね。失敗しました。重いけどもう街だから大丈夫。もうちょっと距離がありました。セーブしておけましょう。四角ボタン。情報量が多い。これでいいんでしょうか。完了できます。あれ、完了したの。
完了できます。 OK。 え、遅かったじゃないの。伝説の配達人らしくないわよ。バイクを失い雨宿りしてた。それは大変だったわね。うちへの納品は完璧よ。まあ納品遅延はあるけど、荷物は希望数以上届けてくれた。ありがとう。またお願いするわね。バイクまたもらえるんでしょうか。このゲームハマる人いるみたいですけど、そういう人たちはこの画面全部理解できるんでしょうか。S？ ベリーイージーだから S くれたの？なんか全部を理解できるようになれる自信がないですね。グラビティレイズも不思議な世界でしたけど、この世界も今のところ意味がわからないですね。の依頼来ちゃった。その前にいろいろ説明してほしいんですけどね。未来の話ということでいいんですよね。変な車来た。ブリッジズ死体処理班のイゴールだ。サム・ポーターだな。そうか、接触恐怖症だったな。お前の資料に書いてあったよ。ブリッジズの死体処理班、何があった？時間がないんだ、ついてきてくれ。来い。ブリッジズってその主役の人の名前じゃなかった？これを見てくれ。こいつを焼却所まで運びたい。ご遺体？いつ心停止した？正確な時間は分からんが、おそらく40時間以上は過ぎている。施設に隔離しなかった？病死じゃない、自殺したんだ。自殺だって。発見するのに時間がかかった。冷却処置はしたが、いつネクローシスするか。どの焼却所？一番近いのは北だ。そのルートには奴らがいる。別の焼却所、他の場所に行く時間はない。じゃあここで焼いた方が安全だぞ。カイラリウムが都市に被害を与える。ここはダメだ。今から焼却所へ行く方が危険だ。だからお前が必要だ。お前のようなドゥームスに同行してほしい。ちょっとずっと意味がわからないんですけど、
説明してくれる気はないの？ネクローシスの初期段階に入っている。急がないとここが吹き飛ぶ。じゃあ一緒に来てくれるな。ブリッジズとの契約成立だ、サム・ポーター。サム、ただのサムだ。俺には奴らは見えない、感じるだけだ。だからこいつを持ってきた。ブリッジベイビーか。お前とこれがあれば奴らをうまく迎えできるはずだ。最初にサム・ポーター・ブリッジズって。あまり気分のいいものじゃないな。あの世とつながるわけだからな。ゾッとする。行け。ずっと意味不明で、ずっと気味が悪いですね。とにかくご遺体をそのまま放置したらダメで、この場で焼くのもダメで、ちゃんとした設備のあるところで処理しないとダメってことね。そしてサムさんは特殊な能力を持ってると。俺が子供の頃はこんなじゃなかった。赤ちゃんはアメリカという国があって、誰もがどこへでも自由に行けた。お前みたいな運び屋はいなかった。ハイウェイや飛行機、そうだ、他の国へも行けたんだ。遠い未来じゃないですね。もうそんなものはない。そこら中デスストランディングのせいで穴だらけだ。みんなぶっ壊れたんだ。運よく残ったものも呼吸のおかげで溶けちまった。代わりに化け物がビーチから来た。つまりこの世は死の世界とつながったんだ。みんな怖くて都市に閉じこもってる。おかげでお前みたいな箱宮が重宝された。都市部は安全なんですね。あの世とつながった。やばい、虹が出てる。焼却所まであとどれぐらいだ。もうすぐ出てくるぞ。仕方がない、奴らもど真ん中を抜ける。ちょっとずっと意味がわからないままだったんですけど、第1話目はそろそろ終わる時間が来ちゃいました。初心者にあんまり優しくないゲームですけど、ハマったら面白いらしいので、なんとか頑張りたいですね。エンジンが止まった。奴らのエリアに入ったんだ、迂回しろ。サム、何か見えるか。いや、見えない。なんだか危ない状況になってきましたけど、ここで一旦区切りましょう。というわけで、最後まで見てくださりありがとうございました。